さあ突入作戦が開始された。ここまで大きく展開する事態、奴も必ず動き出す。さて盟友のツケ払ったろば。レッツストーリー。もう逃げられんぞヴィラン連合。なぜって我々が来た。早んなよ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。レディークラッシュ。サイは巡られた。貴様ダメよ。あげるわ。おやぬ楽園だ。青襟に飛ばすぞ。うだうだと温度無用。ぐっとおしん。やめて。グロコゲになるな。やめて。とおしん。とどまらねえ。逃げ惑えよ。死ねえよ。いや、中なき超年場だな。へえ、限界を超える。おとなしくしといた方が身のためだぜ。おお、ほいや。久々だと加減がな。ウェイ。答えは自分で考えろ。アメージング。ヴィラン連合よ、君らは舐めすぎた。少年の魂を、我々の怒りを、ここで終わりだ、死柄木弔。レッツストーリー。奴は今どこにいる、死柄木。ふざけるな。うせろ、消えろ。お前が嫌いだ。古豪グラントリノ、エンデバーをはじめ手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんな、少ない情報と時間の中、みんなの協力でついにヴィラン連合を追い詰めた。だが死柄木が激高した瞬間、突如謎の黒い液体が現れた。黒い液体はヴィラン連合や爆豪少年を飲み込み、どこかへ連れ去ってしまった。さらに黒い液体から大量の脳無が現れ、我々の前に立ちはだかった。まさか、まさかこれは。爆豪少年、ノー、乗れ、私も連れて行け。レディークラッシュ。譲れないな。いつでもいいんだぜ。いいね。
私が行くぞ。はあ、力を止めて。インナウ。血などぶち壊す。それこそがヒーロー。さらばだ。やりすぎたかな。不安なとこ。ピーチなどぶち壊す。それこそがヒーロー。さらばだ。やりすぎたかな。ウィー、この勝利を君に捧げよう。アメージング。ニューストーリーズ。オクラホマースマッシュ。星のり、こいつはワープなど持っていなかったはず。対応も早すぎる。まさかこの流れ。エンデバー大丈夫か。どこを見たらそんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。行くならとっとと行くがいい。ああ任せるね。かっちゃん救出に動いていたのは僕たちだけじゃなかった。きっと大丈夫。きっと。レッツストーリー。飯田君を含めた僕たち5人は発信機が示したという神奈川県横浜市上野区に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場へ到着していたんだ。だけどその時あいつが現れて。せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事。何が起きたのか。それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオールフォーワン。かっちゃん救出に。ようやく会えたな。5年前と同じ過ちは犯さん。全てを返してもらうぞ。レッツストーリー。恐怖で体の動かない僕たち。その時目前にカッちゃんとヴィラン連合たちが現れた。ワープしてきたのか。いや、それよりも
何かカッチャーを救う方法はないのかと探していた。その時あの人が来た。やはり来てるな。また僕を殺すか、オールマイト。全て返してもらうぞ、オールフォーワン。随分遅かったじゃないか。バーからここまで5キロは余る。僕が脳を送り、優に30秒は経過しての到着。衰えたね、オールマイト。守る貴様こそ。なんだその工業地帯のようなマスクは。だいぶ無理してるんじゃないか。ここまでとは。さらに無効へ。やるね。おいしいよ。なんとか。ピンチなどぶち壊す。成功。それこそがヒーロー。さらばだ。ウルトラ。次は君だ。やりすぎたかな。ウィーン。この勝利を君に捧げよう。アメイジング。ニューストーリーズ。5年前と同じ過ちは犯さん。爆豪少年を取り返し、そして貴様は今度こそ刑務所にぶち込む。それがやることが多くて大変だな、お互いに。ターン。オールマイト。喜べリスナー。俺がこの場にいるからオールマイトが戦いづれ。分かっているか、この状況。レッツストーリー。オールマイト。心配しなくてもあの程度じゃ死なないよ。だからここは逃げろ、トムラ。その子を連れて黒霧、みんなを逃がすんだ。先生は常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。来い。めんどくせえ。バキゴー少年、そうだ、今行くぞ。させないさ。そのために僕がいる。許されろ。嘆きて、やることは変わんねえ。圧倒的ねえ。一発だ。
Wing! お前に何ができるんだ？アメージング！ニューストーリーズ！こんなにピンチなのに僕らは戦うことが許されない。どこか一瞬でいいガッチャンを助け出せる道を。ブラックストーリー。オールマイトは現時点でカッチャンを助ける。そのためにオールフォーワンを倒す、いわば勝利条件を2つ満たさないといけないんだ。カッチャンだけでも助けられればオールマイトは戦いに専念できる。一瞬でいいカッチャンを助けられる隙があればと。みんなあるんだよ。決して戦闘行為にはならない。僕らもこの場から去れる。それでもカッチャンを助け出せる方法が。でも僕だと多分僕じゃ成功しない。だから桐島くん、君が成功率を上げる鍵だ。俺が？まず僕と飯田くんで推進力を、そして桐島くんの効果で壁をぶち抜く。開けた瞬間トドロキくんの氷結で道を形成。上空から戦場を横断する。そしたら桐島くんだ。ガッチャンと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。ダメだ。パークルくん、星乗りのやつ早すぎる。しかも緑屋ストにますますお前に似てきとる。だがこれでレッツストーリー。カッチャンの救出に成功した僕たち、そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。レディークラッシュ。腰抜け目いった。ゆすよく腹くくれ。ゆすしてやる。ボロッとか。バカ潰してやる。押せろ。ぐるっと悪路しろ。真上に押せろ。野村くん、終わりたくないです。ぐるっと悪路しろ。ゆするか。やめとけ。
やった。あっ、ちぃ、くらねえ。あっ、しゃりゃ馬が死ぬか。そうだ、おい、ちぃ、ちぃ、どうし、ボルッグラス、うわっ、たぁ、ねぎらいや。マジゲームはこれからだ。柔軟に正念場だな。限界を超える。おとなしくしといた方が身のためだぜ。ほいや、オーバーだ。久々だと加減がな。ウィー、答えは自分で考えろ。アメージング、ニューストーリーズ。やられたな。一手で綺麗に形勢逆転だ。強制発動。さあ行くんだ、トムラ。待て、ダメだ先生。トムラ、君は戦い続けろ。トシノリのやつ。